はい、どうも僕です。ということでね、今回も FF7 やっていきましょう。ということで、今回はね、このジュノンエリアに来てるんですけれども、ここね、今までこのバギーで来れなかったんですよ。なので、このバギーで隠しエリアみたいなとこ来たんですけれども、ここって、調べたとこ、例えば122回勝ってたりとか、111回みたいな感じで、偶数回と奇数回の時にこの人に話しかけると、アイテムがもらえるらしいんで、とりあえず今、なんじゃお前さんじゃ。ふん。じゃがわしが起きたときあったのも何かの縁じゃわい。ほれミスリルって感じでアイテムがもらえるんですよね。で今確か偶数にしてたのかな。だから今度奇数になったらもう一回来てアイテムもらうって感じのをやりたいと思ってるんで、これが奇数だったわ。何かの材料になるのかも。まだわかんない感じか。まあ、この使い道に関しては僕もまだ知らないんで、まあ、わかんないんですけど、とりあえず偶数回になったらもう一回話しかけてアイテムもらおうかなと思います。クライムハザードをクラウドが覚えた。敵一体を攻撃。拡散とは違う感じかな。クライムハザード。まあ、多分ここら辺と似たようなブレイバーの上位互換みたいな感じかな。結構これありがたいね。リミット技が増えたのは非常に良きということで、今217回かな戦ったんで、あと5回か。あと5回戦ったら偶数でもらえるんで、そこまで頑張ってみよっか。お、大地の息吹を編み出しただって。これはエアリスのリミット技かな。リミット技結構たまんねえ。さ、リミット技で、これは、これか。第一の息吹。味方全体のすべてのステータス以上、魔法効果を全回復。あ、これ強くない？うん。癒しの風の上位互換って感じか。これは変えよう。オッケー、リミットセットと。いいっすね。で、多分これで、偶数回になったかなと思うんで、ここで話しかけようか。どう？あ、なんじゃお前さんは。ふん。じゃがわしが起きた時にあったのも何かの縁じゃわい。ほれ。雷の指輪。ほう。なるほど。雷の指輪。これはなんだ？誰に持たせよう。これいいか。雷属性無効か。まあ、悪くはないか。じゃあ、クラウドにつけさせて、ケット氏力で。オッケー、まあ悪くないんじゃないかな。ってことで、まだまだやりたいことがあるんで、そっちも行こうかな。はい、ということで、次にやりたいことなんですけども、ここにいるね、あのヘビいるじゃないですか。こいつ。こいつと戦うことによって、こっちが敵の技でサーチしたいのがあるんですけども、それがベータっていう技で、それは相手が使ってくることがあるんで、それで敵の技を、こっちが持った、いったいなと思ったんだけど、超瀕死怖い。待って。話して暇がない。とりあえず回復する前に一回リミット技使おうか。で、これ、マイティーガードっていうのを、もう収録外でゲットしちゃったんですけど、これって、守りを全体的に固くするプラス、さらに、ヘイストがかかるっていうめちゃくちゃ強い効果のやつなんで、これ結構強いんだよね。で、じゃあ、マイティーガードもやったから、レーザー使うか。効いたら結構なダメージ。何も持ってない。まあ、しょうがない。で、あとは、ま、必殺とかでいいかな。で、あんまりダメージ与えすぎても、うお、1400怖っ。まあ、1400ってことは逆に言えば相手もう1400しかないんで、そろそろ使ってきてもおかしくないって感じかな。ということで、ケアールでいいかな。ケアールを使って、あと何かな。レーザーもう一回使ったらそこそこのダメージいけそう。あ、待って、なんかいない。あれ？ケットシーが消えた。ケットシーが消えたんだけど、とりあえず回復して、あ、回復も軽減されちゃうんだ、あれ。まあまあまあ、でも、マイティーガードがめちゃくちゃ強い。さあ、600、そろそろ使ってくるんじゃないかな。あ、来た、ベータ。これが欲しかった。しかも、ちょうど両方とも敵の技持ってるから、ちょうどいいと。さあ、ベータ。痛いけど、OK、大丈夫。で、これね、これ見てもらったらわかる通り、エラーで、リセットされました。リセットされたことによって、必殺技がなんか違うんだけど、ご了承いただきたい。うん。さあ、そして、ベータ使って、これで倒せんじゃないかな。まあ、無理だったらもう一回ベータ使う感じで。1500強っ！やば！すげえ技手に入れちゃった。マトラマジックとベータ使ったらもう無敵じゃん、こんなん。恐ろしい。そして、クライムハザードをもう一回編み出しましたと。さあ、クライムハザード使ってみようか。クライムハザードどんな威力か。さあ、行こう。ゴーゴー。オッケー。クライムハザード。お？あー、これか。これクライムハザードか。1200。おー、いいダメージ。操る意見だったら結構でかい。で、あとはまあ、ベータでいっかな。ベータでいけんじゃない？多分。操れないか。まあまあ、しょうがない。
あとはベータ連覇でいいんじゃないかも。レーザー使ってもよかったか。1500強すぎ強すぎ。あとどうしようかな。別に相手が効きやすいとかそういうのじゃなさそうだけど、とりあえずライス使って。強すぎるよ、恐ろしいぜ。これがベータ。相手が使ってきたと考えるのも恐ろしいけど、こっちが使えることの恐怖もすごいよ。さあこれで OK 来たね。で次なんですけど、チョコボにダメージを与えることによってで、チョコボックルっていう技を相手が使ってくるらしいんですよ。でその時の技が敵の技としてラーニングできるらしいんで、それもラーニングしていこうかなと思います。で必要なのが野菜がなんか必要らしくて、何の野菜だこれ。これはミメットの野菜を3個放つらしいです。3個放った後にレベル4自爆をチョコボに与えることによって、何お兄ちゃんたち、でもグリングリンお兄ちゃんやグリーンおじいちゃんを怒らないでね。パパとママが死んじゃってか、ずっとそうなの。ミメット、これか。これを3つ放ってレベル4自爆を使うといいらしいんだけど、ただ、相手がレベル4じゃないとダメらしいんで、ミヤブルをつけて相手がレベル4かどうかも探さなきゃいけないんで、結構めんどくさいね。お、来た。で、こいつが、まずレベル4じゃないとダメなんだよね。そこがまず重要。ミヤブルで、こいつレベル4か、まずどうか。はい。レベル16ということは4の倍数だからいいんじゃない。待って、合ってる ?4 の倍数のチョコボだから合ってたんだけど、探しているうちに逃げられました。レベル13ダメだ。レベル16来た。ミネ、メイ、頼む。オッケー。オッケー。で、これを3回使うのかな。ミメットの野菜使います。クイックで、ミメットの野菜もう1回使います。で、さらにもう1回ミメット。ミメットの野菜を3回使うでしょ。3回与えてレベル4自爆を放つ。レベル4自爆、待って、レベル4自爆クラウドだ。オッケー。クラウドのレベル4自爆をここで与える。これでいったんじゃない。はい、ここでレベル4自爆を放つことによってチョコボックルが炸裂されるという噂を聞いたんだが、お、来た。弱い。チョコボックルをラーニング。チョコボックルって何？結局んとこ。まあでもありがたいね、チョコボックルは。で、あとはまあいっか。うん。普通にマトラマジックで倒そう。あ、チョコボックルは逃げた回数分のダメージらしいですね。あ、逃げた回数のダメージ。なんで、まあ3回逃げたら3ダメージって感じか。まあ今はいらないけど、まあ欲しいっちゃ欲しいね。うん。ってことで、ここら辺で取れる敵の技はこれくらいなんで、戻ろうか。さあということで、おそらくこいつだね。こいつが敵の技でなんかなんだっけな、ちょ操ろうで、アクアなんたらみたいな、アクアブレスか、アクアブレスっていう技を持っているらしくて、なのでこいつを操ってアクアブレスを放たせて OK。これをこっちに浴びることによって、また新たな敵の技を収集しましょう。さあ、アクアブレス。ベータとどっちが強いんだ。おお、ベータより強いんじゃないこれ。ちょ、一回使ってみるか、アクアブレス。まあ、ベータが1500とかそんくらいなんで十分強いんだけど、アクアブレスは、1300。水か火か、どうだろうな。ちょっとまだわかんないな。とりあえず軽減値いただきまして、ベータが35で、アクアブレスが34。ほぼ同じだけど、まあ、火属性に弱そうなやつ火で、水属性に弱そうなやつ水って感じかな。うん。ファイヤーとブリザードみたいな使い分けになるのかな。まあ、あんま変わんないから別にどっちでもいいっちゃどっちでもいいか。うん。ってことで、今度こそ、この前いた、どこだっけ？どっかに戻ろう。はい、ということでね、もう一回ジュノンまで戻ったんですけど、なんとね、この敵がホワイトウィンドっていう技を持っていたらしいんで、一回戻ってね、わざわざ。もう一回ここで、敵の技使っていこうと思います。ホワイトウィンド、これなんだ？あ、回復。あ、来た、ホワイトウィンドウ、ライニング。これなんだろう？はいはいはい、どうやらね、このホワイトウィンドウは、このホワイトウィンドウを使ったキャラの HP 分、HP と、あと、MP かなを回復するらしいです。例えばこれだったら1500回復って感じかな。クラウドが使ったら。全員が。っていう感じだと思うんで、めちゃくちゃ強いね。
あれもうこれ勝ちゲーかもしれない。正直、このゲーム。さあ、ということで戻ってまいりました。やっとでは収録開始50分経ってやっとここまで帰ってきたんで、さあ、それではこの先にセフィロスがいるのかな？どうなんだろう？ここ別に来たけどなんかあんのかもよくわかってないんだけど。あ、インジョン。セフィロス。懐かしいな、ここは。ところで、お前はリユニオンに参加しないのか？俺はリユニオンなんて知らない。ジェノバはリユニオンするものだ。ジェノバはリユニオンして空から来た厄災となる。ジェノバが空から来た厄災？古代史じゃなかったのか？なるほど。お前には参加資格はなさそうだ。私はニブル山を越え北へ行く。もしお前が自覚するのならば、私を追ってくるがよい。リユニオン？空から来た厄災？おっと、マテリア投げつけてきたけど。セフィロス、空中浮遊までしちゃって。消滅、え？強そう。消滅、消滅。デバリア、デスペルです。強そう、コナミ感。じゃあ、とりあえず持っておこうか。で、今のね、この何キャラたちは、クラウド、バレット、ユフィ。この3人してあります。特に意味ありません。さあ、それじゃあ追うか。ニブル山へ行くっていうことでいいのかな？じゃあ、ニブル山にちゃちゃっと行っちゃいますか。セフィロス様、行ってしまった。山、越え、行ってしまった。ってことで、ニブル山に行ったってことでいいんだよね。だから、ニブル山へ追っていく感じで行こうか。あー、車とはお別れか、ここで。早いな。早めの別れというか、ニブル山思ったような地形じゃなかった。あ、こっからね、はいはいはい。こっから、何、回想シーンとかで出てきたニブル山って感じか。さあ、こいつもなんか持ってそうだな。まあ、とりあえずここはユフィ攻撃。召喚獣使うか。まあ、シワでワンパンできんならしたいかな。痛そう。さあ、218ダメージ。そして、ダイヤモンドダスト。そうだな。ここにニブル山のマケビアキーパーってやつが、なんか持ってるらしい。トラインか。トラインってやつを持ってるんで、まあ、ここが欲しいけど、マテビアキーパーって誰だ？まあ、とりあえずそこら辺は、おいおいって感じかな。ああ、残るね。残んね。まあ、でも、どの道さ、見破ると、あやつーがないと、あんまりうまいことできないんで、あやつーがなければほとんどできないんで、まあ、ここら辺はスルッと抜けて、まあ、今度また来る感じでいいかな。ああ、でも、あやつる、いらないっちゃいらないのか。イカズチレベルアップいいっすね。まあ、ゲットできたらゲットするみたいな、そういうノリでいこうか。アクアブレス。いや、これ強いんじゃない？ボコ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 。ワンパン、強すぎる。ぶっ壊れだ、ぶっ壊れ。ただ、消費 MP が大きいから、あんまりね、召喚獣みたいな感じであんまり使えないけど、いや、全然強いわ、これ。恐ろしい。ルーンブレイド。ルーンブレイドってなんだ？ルーンブレイド。あ、これ武器か。ってことは装備したいな。クラウドで、ルーンブレード。あ、マテリアの成長も2倍な上に能力も高いと。これは絶対装備でしょう。まあ、全体化とかもあるわけじゃないんで全然いいかな。さあ、そしてここの先はあれか、セフィロスと一緒に行ったけど落ちちゃったって場所か。うん。ただ修復はされてるっぽいんで、今まで行った道とは別の行き方になるのかな。うわー、挟み位置やめて。さあ、じゃあユフィの疾風陣雷、これ使ってみるか。リミット技は、ハリアーやめて、ハリアー、ハリアーアップって。さあ、疾風陣雷。疾風陣雷会はないけど、うん。疾風陣雷会は、あ、リミット技いいね。クレイムハザードも使っておこう。おい、リミット技ばっかり使ってんな。疾風陣雷会、疾風陣雷感はなかったけどねって、すごく言いづらい。さあ、これで倒せるかな。さあ、全然道が違うね。ここを降りていく感じかな。おお、あー、なんかあった気がするけど、これ何？あ、こっから降りれるんだ。あ、待って、これさ、適当に行っちゃったら、あー、すごい当たり引いたっぽい。
当たり引いたっぽいけど当たり引いちゃダメだったんじゃねこれ。そしてなんかモンスターがいる。うわドラゴン、あこいつだっけ火炎放射持ってんの。ただ火炎放射全然関係ないところで取っちゃったから別に ここに関してはそんなにいらないんだけど、そうだな。死んだ。待って、いやでもここはね構って暇ないからアクアブレスでワンパンしよう。あ火炎放射来たね。まあでもこの火炎放射は別にもともと持ってたんで別にいらないと。リミット技いいね。マインドブレイクは意味ないんでヘビーショットかな。さあこれでダメージを与えるけど、おお、タフいな、結構タフいな。ヘビーショット660、硬いな。火炎放射まずいなこれ。とりあえずアイテムでフェニックスのオア、フェニックスのオアもう潤沢にあるんで使いまくってケアルラで回復かな。あ大丈夫か。あークラウドな、全然オッケーオッケー、むしろ気持ちいい、ケアルラでみんな回復できるんで全然オッケーで、どうしようかな。ミニマムとか効く、効かなさそうだな。必殺とか使うか。さあミニマム多分効かないと思うけど一応使っておいて、あー効かないか。サンダー、サンダラは多分ちょっとは効くと思うけどそんなだな。どうするかな。投げるってなんだ、あアイテム投げんの。あーでもそんなにバタフライエッジ投げるかじゃあいらないし。おら596、まあ悪くはない。そうだな、ケアルラ使うか。ケアルラを単体にクラウドに打ってどうしようかな。あー召喚獣使う、ラムで、リミット技のクライムハザードも打ってリミット技ヘビーショット使う。オッケー召喚獣ラム、これこんな雑魚的にこんな苦戦するってやばいな、相当強いぞ。おじいちゃん登場。さあこれでラムの攻撃来るけど375、そんな効かないの。サンダラとそんなダメージ変わんないもんな、やばいな。頼むこのリミット技さすがに効くでしょ。1569、強すぎる。レーザーとか打った方が早かったかな。オッケーオッケー、でも悪くないな、勝てたし900、悪くない経験値。そして火竜の牙、これは何だろう。とりあえず回復したいんだけどテント合うからテントで回復するか。うわ待ってこれさ一発で来ちゃったからこれ戻れないんだけど、うわー何このマテリアめっちゃ気になるんですけど、どうしようどうしよう、待って、どうしよう。だってこっから抜け出す方法なんてないよね、なんか穴抜けの紐的なものないもんね。終わったわー終わったわー、ここもう一周すること多分できるとは思うからそん時かな。黒いなんかマテリアあるじゃん完全に。いやアイテムかあれ、一発クリアね、誰も望んでない一発クリア来ちゃったよこれ、最悪だよ最悪。で多分ねあいつだと思うんだよ、あのでっかいやつが操る使ったり、操る使わなくても使ってくるかな。まあ一応ケットシーで行ってこいつが多分マテリア持ってると思うんで、そうだなバレットでもいいんだけど、あれだね敵の技を使うのはエアリス持ってるからエアリスを活かせるか。さあ行こうかじゃあ、よう来たボス、多分こいつが敵の技持ってるんで、まあこいつを倒すっていうか、ダメージを受けてもらうか。でレーザーで攻撃、レーザー効くかな、効いたらかなりでかいけど。でエアリスにはまあホワイトウィンドウはまだか、マイティーガード使ってヘイストと、あーレーザー効かない、ヘルコンボ、あいいっすね守り。そうだな、操れたら操りたいんで一回やって、多分効かないと思うけどね操るは。で、あとは、ホワイトウィンドウはまだ使わなくていいかな。ベータか。ベータ使おう。で、MP がないから、どうしようかな。いやー、これ回復しておくべきだったかな。しょうがない。エーテルターボ使って、これもったいないな。で、大丈夫かこれ。大丈夫か。
あ、大丈夫、ギリギリ大丈夫。じゃあアイテム使うか、アイテム使わなくていいか、あやつもう一回やってみよう。できなかったら諦めて。で、マイティーガードで回復して、あとどうしよう。まあベータとか使うか、アクアブレスとかそこら辺で、操れないのも確定ほぼしたんで、そうだな、コンヒュ効くかな。ボス系にこういうの効くか分かんないからちょっと微妙なんだけど。あれマジか、炎回復持ってんの。うわそれはやらかし。アクアブレスでいこう。あ、死んじゃった、やっべやっべ。じゃあフェニックスのどこだ、フェニックスのを出して、でどうしようかな、やることないな。バイオ、バイオ使おう。毒は多分大体の敵に効くんで使って、あとはマイティガードじゃなくてなんだっけな、ホワイトミントか、これで回復できるんで回復して、でアクアブレスだな、炎が効かなかったから。でダイス使って攻撃、ホワイトウィンド、これで多分大きい回復できる。でダイス使って54か、まあまあ900悪くない。どうだ、まだだよね。でアクアブレス、あとどうしようかな、召喚獣使うか、オーリン多分効かないと思うけど、たまにねボスに効くっていう事例も効かんことはないから、まあこれでワンチャンにかけるか。オーリンはね即死系なんで、もうワンチャン効くかもしれないけど多分効かないかな。ただ僕は一回 FF8 でボスキャラにオーリン使って勝ったことがあるんで、ワンチャンに信じよう僕は。あの時の奇跡を再び。あれ、オーディンの効果はちょっと違う、ボス的には違うんだ。へえ、これ新しい発見だな。じゃあアクアブレスで、ああでもそれ結構でかいな。じゃあマイティーガードもう一回使おうか。で盗むもないしな、スリプル使ってみるか。でホワイトウィンドウ、とりあえず状態異常系がほとんどなんで、ケットシーはそこにかけるか、ワンチャンに。ワンチャン男なんで聞いてなさそう、聞いてなさそう。じゃあアクアブレス、大きい回復力、あとどうしようかな、叩くか、普通に叩こうここは。でアクアブレス使って、カエルの打聞いたい、使いたいけど多分効かないよな。でアクアブレス、そろそろ倒しても良さそうだけどな。あとなんだろうね、本当に叩くしかないか、ケットシーンに関しては。でマイティーガードも使ったばっかりだからアクアブレスかな。トラマナとか使ってこないか、多分違うのかな、こいつじゃないっぽいよな。あとは一回使ってみるか、カエルの歌で。ホワイトウィンドウ使うほどか、まだ使わなくていいか。キアルラを単体打ちして必殺かな、あとは必殺レンダーかな。さあリミッターズたまった、いいね。ダイス使ってそろそろ倒せんじゃないかな、こいつじゃないのかな、多分敵の技持ってんの全然使ってこないから。トラマナだっけ、もしくは死に際に使ってくるとかもありえるけど。必殺効かない。キアルラまずい、それはやばすぎ。1000、まあまあ1000ならいいでしょう。サンダラ、マトラマジックも微妙でしょ、必殺かな、もう一回。あ、来た、トライン、それを待っていた。さあトライン、トライン、ラーニングいいね。で、あ、倒した、オッケー、ナイス、オッケー、いいところで待っていましたと言うと言わんばかりの必殺決まる。さあこれで3000はでかすぎ。オッケーオッケー、いいねいいねいいね。さあケットシーンはまだ上がらないと。さあジュエルリング、お、マテリア落としたね。カウンター、あー、ありがたい、カウンターはありがたい。カウンターはね、このなんだっけ、カワウとの相性がめちゃくちゃいいんで、まあ属性いらないか、属性を
カウンターにして、はい、ということでトラインは敵全体に雷属性のダメージらしいんで、まあベータ、アクアブレス、トラインっていう並びで、まあこの強さっていう感じかな。全部まあ大体同じ強さだけど、トラインは若干弱めって感じかな、 MP 的に。うん、ベータが一番強くてトラインが一番弱いけど、一応属性的なダメージもあるんで、まあ例えばさっきみたいに炎が効かなかったら、まあ雷属性のトライン使ったりだとか、アクアブレスを使ったりだとかみたいな感じでやる感じかな。なんか人参みたいなやつ来たけど、じゃあヘビーショットかな。で、リミット、何、あ、え、石化しちゃった、時間、あ、ストップした感じかな。では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 、特にでもやることないんだけど、一応毒属性持たせたらワンチャン叩いたら毒に相手かかるんじゃないかな。そしたら結構激アツだけど、いや、みんな止まっちゃった、どうしよう。あー、毒しかもかかんないな。ただ毒っぽい色は出てたから、多分あってはいると思うけど、吸血。大丈夫かこれ。全滅しちゃったりとかしない？これオーリン使おう。どうしようもないんで。オーリン使ったら多分ワンパン。うん。あ、クラウド戻ってる。まあでもいいや。オーリン、多分今回は全滅にしてくると思うんだけど。さあ、こんにちは、オーリン。多分敵が即死できる系だったら、ぐさって。やってくるよね。うん。あ？お、お。強すぎる。オーディン強すぎる。最も強いけど、場合によっては最も弱くもなる。それがオーディン。オーディン強い。じゃあこの先行って、はいはいはい。いやー、元の場所にこれ戻れなさそうだな。どうだろうな。あ。うわー、まあしょうがないか。まあもしかしたらね、あっちにちゃんとバギーあるわけだから、多分何かしらの方法で戻ってくることはできると思うんで、まあまあまあ、そこまで気落ちせずにやっていくか。ここの山越えた先に村があるっぽいけど。うわー、なんか強そう。強そう、挟み撃ち。あー、でもそんなにね、そんなにこっちがやられるようなことはないと思うんだよな。クライムハザードでここ取って、カウンターいいね。カウンターが決まっていく。そして召喚はいいや、もったいないし。攻撃して、うん、サンダラとか打っておけば倒せんじゃないかなと。さあ、リミット技も強い。サンダラ打っておそらくこっちは取れるんじゃないかな。取れないか、強いなそれ。じゃあまあマトラマジックとかで十分なんじゃない？で、あとは叩きまくって、終わりかな。さあ、マトラマジック233、いいダメージ。さあ、そしてダメージ与えて、これで終わりかな。オッケー。なかなか強くなってきたんじゃない？うん。相手も結構強いには強いけど、こっちはやっぱりね、柔軟に対応できるような、そう、MP を少なく消費することによって小ダメージを与えたいだとか、ちょっとだけ MP は消費するけど、高火力なダメージを与えるだとか、そんな感じで結構ね、潤沢な魔法も使えるんで、敵の技がやっぱり強いね。さあ、そして村到着。なんかサボテンみたいなやつ生えてるけど。お、あれは、あ、ん？ミサイル？さっきのあの、傾いたやつミサイルか。錆びついた、あ、ロケットね。何のためにこんな巨大なものが。